すごいものを閉じ込めているみたいね。うわ、なんなんだてめえは。どっから出てきやがった。このまま大人になっちゃうと君は君でなくなっちゃうみたいよ。余計なこと言ってんじゃねえ。完了です。それにしてもお師匠の言葉何でしたっけ。あ、思い出した。運命を変えることはできない。だが抗う者を愚かとは呼ぶまい。諦めるのは墓に入ってからでも遅くはないのだから。かっこいいお師匠。おっと、それよりお使いを。だからね、仙人様、お師匠が悪しき力、もはや一つのその強大さゆえ、またも世界に未知つあ、そして良くも悪くもその力に。そうそう、それです。それで宿命の戦い、それを伝えに来てくれた。はい、関わりある人たちに。よし、あの力、ついでなのでこの人にも力の反応。邪魔ばっかりして、せっかくお師匠の言葉を教えに。言っといてください。伝えました。なんだ。おお、運逆らえぬ者にこそある。